廃領域は中性水素原子で構成される生漢雲もである。部分的にはヘリウムやその他の元素も存在する。これらの領域は 21cm 線のスペクトル線を除いて明るくない。この線は非常に低い繊維確率を持つため、見るために多量の水素ガスを必要とする。廃領域が非領域等の拡大するイオン化ガスと衝突して、 異音化された面では、後者はその他の場合と比べて非常に明るく輝くようになる。廃領域の4角は非常に低く10から4程度である。廃領域の温度は約 100K で拡大する非領域の付近を除いて等温であると考えられている。非領域の付近では廃領域の密度が濃く、廃領域のその他の部分とは衝撃波面で、 非領域とは、イオン化面で分離される。電波望遠鏡による、肺放出のマッピングは、渦巻き銀河の構造を決定するために行われる。肺領域は、水素をイオン化するのに、十分なエネルギーを持った光子を効率よく吸収する。これらは、銀河系内の至るところに存在するが、ロックマンの穴は、極紫外線やナ X 線で、 遠くの天体を観測するための数少ない窓の一つとなっている。A.B. オックスフォード天文学辞典、朝倉書店、初版第一刷、53ページ。I.S.B.N. 四から二五四一五ゼロ一七二。スピッツァー L. セイブドフ M.P. ザテンパチャーオブインターステラーマター3。A.P.J. 百十一五百九十三ビブコド。 1950はプッチ 111593S ドイ 10.1086145303AB セイブドフ MP グリーン J エキスパンディングウェイ12リージョン APJ122477 から87ビブコード1955はプッチ 122477S ドイ10.1086 146,109ありがとうございます。